迷い子たちのララバイ続きからやっていきますね。前回の続きで視点がヒカルちゃんに変わりましたね。そしてさあ、あと一人まだ見つかってない上白家の方を一人見つけるんだけども、日和様そこにいる？こっちなの？いきなり来たね。あった？いやもう一人だけずっとここに閉じ込められてたってこと、もう最悪じゃん。死に方もガシってことでしょ。辛すぎる。ここはもう辛。やっと見つけた。ここだったんだ。この中から私を呼んでる。鍵がかかっている。こんな鍵今の私ならさすがピッキング能力高い。こんな飾りみたいな鍵にずっと縛られてたのかな。ゲンさん、私会ってみるよ。今ならわかる気がするの。きっとなんとなくなんだけど、日和ちゃんは初めから私に助けを求めていたんだって。だから私行くね。なんでヒカルに助けを求めてたんだろうな。どうなんの？おー、なんだ？え、なに？そんな娘たちがこんなことって、あなた、え、ゆり子さん？落ち着くんだ、ばあさん。ばあさん、孫は見ているだろう。あ、ヒカルのお父さんとお母さんたちが事故に遭った話か。娘たちが、大切な娘が。おじいさん、あなたには私の気持ちなんて。ヒカルのお父さんお母さんのお父さんお母さんだよな、きっと。じいちゃんはな、お前が無事で本当に良かったと思っているんだ。は？なんで上白でその記憶が急に流れ出すん？やっぱ関係あるんだよな。次に会う時は最高の僕が君を迎えることを約束するよ。僕は必ず君を必要として、君はそれを受け入れることになる。君と僕は運命だ。だから僕のこと忘れないで。これ黄色いレインコートの人じゃない？あなたは真っ暗。お、ヒカルさん。え？ああ、やっと会えた。かわいい。やっとお会いできましたね、ヒカルさん。ヒカルさんが見つけてくださったおかげで、私もあの空間から逃げ出すことができました。やっと出れたんか。もう30年もずっとそこにいたってことでしょ。つらいな、もう。私は上白日和です。私の声を受け止めてくださって、本当にありがとうございました。はじめましてなのかな。私、日和ちゃんのこと、すごく懐かしい気がする。心が安心するみたいな。え、どういう関係？うん、ダメ。私、うまく言えないけど。こんにちは、日和ちゃん。私、知らないことを知りに来たよ。私は何も知らないの。自分のことも、源さんのことも、どうして守られているのかも。日和ちゃんに会えば、全部教えてもらえるような気がした。そしたらきっと、私は胸を張って、源さんの隣に立てるようになれると思う。守られるだけの子供は、卒業して、大人になりたい。大切な人の助けになるには、その人が命を懸けて守ってきた秘密を暴いて、真実に身を委ねる必要があります。すごい大人びてるこの子。怖いこと、辛いこと、彼が背負ってきた真実を全て受け入れる覚悟はありますか？なんで知ってるの、日和ちゃんはそれを。うん、もちろんだよ。怖がってばっかりだったら探偵のお仕事はできないからね。ありがとうございます、ヒカルさん。ヒカルさんと私はつながっています。血を分けた姉妹のように、あるいは魂を分けた絆のような。行きましょう。あなたの痛みは私の痛み。あなたの大切な人を救いたいと思う気持ちも私と同じなのです。お？え？だいぶ部屋が変わった。何この部屋？ここは…どういうこと？走れなくなってるし。衝突事故で二人とも…あ、光の記憶かこれ。そんなことって…おじいちゃんおばあちゃんからしたら絶望だよな。娘さんもまだ小さいのに。お母さんが娘さんをかばったそうよ。
娘さん、お怪我はないそうで。そう、私は事故でお父さんとお母さんを失った。事故で両親を亡くしたことは聞いたことがあったけど、でもお話の内容は少し違って、事故に遭ったのはもっともっと昔、私が3歳の時、あれ？そして私は、おじいちゃんとおばあちゃんと一緒に暮らすことになって。え？なんか記憶のかけ方がじゃあおかしいよね、それ。そこには、ケンさんがいる？なんか開いたな。開いた音がしたね。仏壇の横にあるこれ何？どういうことこのタペストリー。タペストリーではないだろうけど。あ、昔のヒカルちゃんか。もう行っちゃった行っちゃった。なんだ右。右なんだあれ。おはよう。こんにちは。こんばんは。ん？どうしてお返事してくれないのかしら。どこにもいないから。え？さよならも言ってくれないの？お人形さんでもいいからお話できたらいいのに。事故のせいでおばあちゃんがすごく落ち込んじゃって、ぬいぐるみとかお人形に話しかけてた。私のこと本当の娘みたいに可愛がってくれたけど、でもおばあちゃんはどんどん具合が悪くなっていった。まあまあまあ、自分の娘がない亡くなったってなったらそれは辛いよな。おじいちゃんはでも娘亡くなったのも辛いけど、でもその娘たちの残していった孫を守らなきゃいけないっていう気持ちがあったから切り替えたんだろうな、きっと。どっちも間違いじゃないんだよな。降霊術？人形と話がしたい？あ、言っちゃった。いや、そうだな。構わんよ。ばあさんの気持ちが安らぐなら。あ、ここでライアル協会に関わったのか。来客は気分転換にもなるだろう。しかし、そんな偉い教祖様がうちに来るね。まあ怪しいよな。絶対怪しい宗教団体じゃんと思うよね。おばあちゃんがお客様を連れてきた日があった。じゃあここが初めてゲンさんも関わった日なのか、ライアル教会に。私はお菓子が食べたくてお部屋に行って、その時あったと思う。お話ししたような気も。お友達になれるかなって思った。きっと年が近かったし、僕は食べないからってこっそりお菓子を分けてもらったんだ。でもあの子の顔を思い出せないよ。あ、また次の扉が開いた。行くか。ん？猫、猫、この猫何関係あんの？猫飼ってたっけ？確か迷い込んできた子にこっそりと餌をあげてた。隠れて餌をあげてたらいつの間にか家族になってて、私は知らなかったけど、あの人がおじいちゃんにお願いしてくれたみたい。あの人ってもしかしてゲンさんじゃない？あ、じゃあその時の猫がずっとゲンさんとヒカルちゃんのことを見守ってくれてるってこと？もう素敵すぎん？それはそれなんか感動的な。なんか急にちょっとファンシーな場所に来たな。ん？子供？ん？なんだこれ。ねえ、今日ってドーナツ焼いてるかな？あ、施設の子たちか多分。私、焼きたてのドーナツ大好き。絶対美味しいよな。僕、宿題やらなきゃ。みんなと一緒にいたのか、ヒカルは。私もう終わったもん。ここにはたくさんの子供たちがいた。ここはおじいちゃんたちが管理している児童養護施設。だから私もここに住んでいた。みんなとは仲良くなれた。毎日が楽しくて、私のそばにはいつも優しいあの人がいて、私たちはここで出会って一緒に暮らしてたんだ。ゲンさんのことだよな。え、なんでこんなに記憶飛んでたんだろう、じゃあヒカルちゃん。俺てっきりその、なんだろう、数年前程度だと思ってたのに。何？え？私がみんなを殺した。それでもあの人はずっと私の味方だった。殺した？急に何？どういうこと？え、生贄になったのかこれ。あ、ヒカルのお母さんたちを蘇らせるための生贄になったのかこれ。なんかそんな気がするな。なんだこれ。優しい音がする。私はきっとこの音色を覚えているんだね。あ、
で、ヒカルに、あ、どうなんだろう、人形に宿らせたのかな、それともヒカルに宿らせたのかな。血縁者のヒカルに宿らせようとしてる気もするけど。人がたくさんいて、笑い声で溢れてて、私はふかふかのお布団みたいな幸せの中で生まれたんだ。私が生まれた日、きっとその日から、あの人は私の手を握っていてくれてた。私はこんなにも愛されている。ヒカルが殺したわけじゃないとは思うんだけども。ちょっと衝撃の事実だったな。ああ、ゲンさんとヒカル。ん？誰のお墓だ？あ、かわいい。ねえ、ママは？パパは？いつ帰ってくるのかな？あら、ゲンさん若い。それは、私、一人ぼっちなの？そんなはずがないだろう。会えないの嫌だよ。寂しいよ。悲しいよ。死んじゃうって何？パパとママ、死んじゃったの？死ぬということは、俺にもよくわからない。ただ一つ言えることは、ご両親はいつでもヒカルのそばにいるということだ。今もヒカルの肩を抱いている。誰よりもそばにいる。俺にはわかるんだ。俺にしかわからないことだ。だから、悲しむことはない。ああ、見えてるんだ。ちゃんと見守ってくれてるんだな。パパとママ、私と一緒？そうだ。俺にはご両親の姿が見えている。愛されているんだな。じゃあ、私もう泣かない。偉いねって褒めてもらうの。俺の言うことを信じてくれるのか？うん。ありがとう。ゲンさんも救われたろうな、これ。ヒカルは幸せになれる。ご両親も、俺も、そう望んでいる。俺の手に入らないものをすべて、その手に集めて、誰よりも特別で、平凡な人生を歩んでくれ。たくさんの愛情を注がれるような、幸福に満ちた人生。俺の存在なんて、忘れてしまってもいい。思い出の隅にでも、放り込んでおいてくれ。ヒカルが幸せでいてくれることが、俺の何よりの希望なんだ。笑っていてくれ。俺のためにも。ん？難しくて、私、よくわかんない。そうだな。まだ3歳だからな。3歳児を相手に俺は、一体何を言っているんだ。ずーっとちっちゃい頃から見守ってるんだな。今すげえ泣いちゃった、今の。超ジーンときた。ゲンさん本気でヒカルのこと大切にしてんだな。待って、ゲンさん。まだ行かないで。あ、小学生ぐらいかな。だいぶ大人になったね。ヒカル、別れを言いに来たのか？違うよ。なんでそんな言い方するの？高校を卒業した後は施設を出るのが決まりなのは分かっているだろう。じゃあ今19歳ぐらいなのか。俺は里親は決まらなかったが、幸いにも就職先は見つかったんだ、探偵だよな。なんか、おじいさんの家に来てたもんね、探偵さん。ヒカルの親戚に探偵の男性がいただろう。そこで雇われることになった。施設を出て住み込みで働く。何度も説明しただろう。もうそうじゃなくて、お仕事のお休みの日とか帰ってきたりしてほしいの。そんな暇がないくらい探偵さんって忙しいの。それは働いてみないとわからないな。もう会ったりできないってこと？俺はヒカルが幸せに暮らしてくれるのなら、いや、それは少し違うな。そうでしょ？会えないとか、嘘だよね。あ、そうだな。また会いに来る。どうか元気でいてくれ。約束だよ、ゲンさん。絶対に会いに来てね。ああ、もう純粋やん、この二人。一体どこであの施設の子たちを殺したっていう展開になるの？え、急に？急にやばそう、ここ。火事ってことはこれ紙白のあれと一緒じゃない？え、なにこれ、拳銃？どういうこと？ヒカルさん、この先であなたは大切なものをたくさん失います。夢や希望、幸福、過去、未来、そしてクルミザはヒカルとして生を受けた意味を失います。あなたの心は喪失に耐えられずに粉々に壊れてしまいました。あ、ここで記憶がなくなったってこと？そんなあなたの目を彼は優しく塞いでくれている。
あなたは彼の思いを、願いを、すべて否定することになります。目を開ける覚悟はできましたか？大人になる準備はできましたか？うん。私は一人じゃないから。私には源さんがついている。今までも、これから先も。もう結婚してくれ、これ。だから逃げるのは、もうおしまい。ヒカルさん、あなたの痛みは私の痛み。答えにたどり着けることを祈っております。え、本当になんで関わりがあるのかが不思議なんだよな。後々わかるのかな？あれ、沙織？本当は、お姉ちゃんと血なんてつながってないんでしょ？いつから気づいていた？はじめから、探偵さんって隠し事が下手だよね。すべて、お見通しってわけか。私と源さんは同じ養護施設で暮らしていた。血がつながった家族というのは源さんの真っ赤な嘘。私が信じていた絆は全部幻だったのかも。なんてね。何よりも優しい嘘だったって私ちゃんとわかっているよ。そうだ。お察しの通り、俺とヒカルの間に血のつながりは一切ない。ヒカルは俺のことを唯一の家族だと思っている。だが実際は赤の他人なんだ。血のつながりなんて関係ないって。いずれ告げなければならないと考えていた。だが俺は。怖いんだ。そうだな。俺はヒカルに過去を与えるのが怖い。不幸中の幸いといえば聞こえがいいのかもしれないが、ヒカルが記憶を失ったことは俺にとって都合が良かった。ヒカルが両親のことも祖父母のこともあの日のことも忘れてくれているなら、あの地獄をすべてなかったことにして新しく人生をやり直せる。俺が叔父という立場を語ったのはその手助けができる正当な権利を得るためだ。浅はかだろ。本来の俺はヒカルに忘れ去られることを望んでいたのに、この後に及んでもなお俺はヒカルを手放すことができなかった。だからこそライアル協会が邪魔だった。ヒカルの未来を奪われたくなかったんだ。もう何もかも自分のためっていうか、ヒカルのためだけにずっとゲンさん動いてたんだな。あの日私はおばあちゃんに言われた通り、ぬいぐるみを抱いてその瞬間を待っていた。お母さんとお話ししたいでしょ、だからお願いを聞いてって。やっぱヒカルが生贄になってたんだこれ。教会の連中に、ん？連中は過去に今回と似たような事件を起こしている。俺が育った養護施設で恒例の儀式を行ったんだ。生贄は当時施設に住んでいた子供たち、よりしろとして選ばれたのはヒカルだった。やっぱりもう案の定じゃん。連中はヒカルに何者かを恒例しようとした。お母さん、何者かってもしかして日和に恒例しようとしたものとおそらく同一人物だろう。ああ、それでつながりができたってことか。じゃあ別に本当にお母さんを降霊させようとしてるわけじゃなかったんだ。もう疑う余地はない。教会の連中は。全く関係ない誰かを、集まってくる信者の中から何者かの魂と適合するよりしろを探している。ああ、そこで日和と関係がつながったんだ。最悪やん。じゃ誰も生き返らせる気なんかなくて。いやもう、ただ自分たちの望む人だけを生き返らせようとずっと生贄探してるのか。そして私はあの日彼に出会った。ことの発端、あ、猫、あ、この何、ロビンってやつが猫殺したんか。もう最悪やん。どういう状況だろう。これ多分おじいちゃんなのかな。多分ヒカル守るために来たんじゃないかな。あ、でおじいちゃん、そっか、レインコートの子襲ったんだけど止めれなかったんか。もう何これ、辛すぎる。もう十分だよロビン、殺すのはもったいない。大丈夫だよ、かすっただけだから。彼に撃たれた傷くらいすぐに治るさ。彼って言ったね。やっぱおじいちゃんだ。ヒカルのことを守りたかったんだ。ああ、でも痛いな。痛い。こんなに長く生きても痛みにはなれないな。儀式は中断だね。僕もまだ未熟者だ。これじゃとても降霊に集中できない。撤退しよう。
ここの処理は僕に任せて。まだ生きているなら十分に使えるから。そうだ、彼女の様子はどう？無事なら丁重にお迎えしてあげて。大切な大切なお姫様だからね。誰を宿そうとしてんこれ。おはよう、如月のおじい様。まだ生きてる？さっきは熱い銃弾どうもありがとう。まさかあなたがこんな物騒なものを持ち出してくるなんて思わなかったけれど、その気持ちだけは受け止めておくよ。でも残念だね、お孫さんはもう僕のものだよ。わーにこれ。でも光の中にいないんじゃないの？なんか降霊させようとした人は。さて、僕は普通じゃない方法でこの施設を処分しようと思うんだ。焼却か。あなたには文字通り身を焼くほどの苦しみを味わってもらうことにするよ。僕はあなたに適当な魂を降霊して人体発火を強制的に発生させる。最悪。放火のためになぜこんな手段を取るのかって。ただこのままロビンに殺されるのはもったいないって理由だと思うんだけど。やっぱり僕は怒っているのかな。儀式を邪魔されて失敗なんてさ。これは復讐だということにしておけば生きたまま焼かれるあなたも納得するよね。うわ、もうこいつ相当クソ野郎じゃん。おじいちゃんの悲鳴が。ゲンさんに止めてほしい。こいつらマジのクソ野郎だ。私はただぼーっと真っ赤に燃え上がる炎を見てた。私を守ろうとしたおじいちゃんを見殺しにして、叫び声も遠く感じた。私はただ眠たくて、中に入ってきた誰かに優しく寝かしつけられているような、ゆりかごのような心地よさの中で、彼が私に手を差し伸べてきたのが分かった。私はきっとこのままずっと。これでゲンさんが光る。もう猫燃えとる。光る。ゲンさんの声じゃない？でも日和様いない。ゲンさん、私全部思い出したよ。そうか、そうか、光、つらかったな。この二人そんなにじゃあ年離れてないんだよな。7歳差とかそんぐらいか。日和様？やっとこっちも出会えたんだ。光が無事でよかった。ゲンさんこそ怪我してない？一体何があったの？私すっごく心配したんだから。地下に墜落したが無事で済んだ。地下水路で散々苦労はしたが、地上に戻り次第すぐに光の元へ向かうはずだった。だがまさか光が先にこの場所を探し当てていたとは思わなかったな。一人で行動するなと言っているだろう。なぜこんなところにいるんだ？私のことはいいんだよ。それよりもゲンさん、もっと大切な話があると思う。霊を見た。私多分幽霊見えるようになっちゃった。これがゲンさんが見ていた世界なんだね。こんなこと全然なかったのに急にどうしてだろう。もともと光は幽霊、霊を寄せつけやすい人間だ。私の中に力が眠っていたってこと？いや、それは違うな。これは俺の憶測でしかないのだが、あの日光は依り代として連中が望む何者かの魂を受け入れた。だが降霊は失敗した。光の祖父が儀式の邪魔をしたからだ。その結果、何者かの魂は定着せず、光の体から抜け、どこかへ去った。その魂一つ分空いた隙間を狙って、それでなんか、あれか霊が寄ってくるってことなんだ。生に未練がある霊が近寄ってくる。一度降霊に耐えた光の体は、霊にとってさぞ魅力的に映るんだろうな。ってことはライアル教会もまだ光狙ってる可能性あんのか。光の肉体さえあれば、もう一度命をやり直すことができると。思ったよりゾッとする話なんだけど、そんなこと全然知らなかったよ。私ってそんなに珍しいの？本来なら沙織のような目に遭っているはずだからな。
あ、そうだよね。あ、じゃあ絶対狙われてる。ヒカル適合してるってことじゃん。もうヒカルの体は何か特別な理由によって高齢に耐え生還することができた。だからこそあらゆる外道がヒカルのことを諦めない。あまねく不条理からヒカルを守ることが俺の役目だ。せめて俺がそばにいる間だけは恐怖や不安を感じなくなるように。ヒカルの命に近寄ろうとする輩は全て俺が背負ってきたんだ。だからゲンさんばっかり怖い目に遭ってきたってこと？先に言っておくが、俺はこの質問には答えない。だから謝るな。私、ゲンさんのミサンガどこかに落としちゃったみたいなの。あれって私を守ってくれてたお守りなんでしょ？ああ、俺がそばにいなくともヒカルが安全に日常を過ごせるよう作ったものだ。弱い効力ではあったが、最低限ヒカルの生活を守ってくれていたものだった。切れてしまったということはその役目を終えたということだろう。また作ってくれる？ああ、もちろんだ。結婚してこの二人も素敵すぎる。あ、例の二人組、これ重要じゃない？私、例の二人組と会ったこと思い出したよ。ゲンさんが追ってるのはあの二人のことだよね。小さな男の子と羊みたいな男の人。あれ、小さな男の子？あ、名前も知ってるんだ。ハーティーライアル。え、子供の姿をした怪物の名前だ。子供の姿をした？え、ちょっと待って、よくわかんない。頭の中整理するから。沙織を襲った人物も子供の姿をしていた。あ、待ってくれないんだ。もう原産武士が始まった。教祖ハーティーライアルはあらゆるメディアにその小さな姿を晒したことはない。代表者の名前はロバート・ライアル、ハーティーの腹心にあたる男だからだ。だがこの男は表向きの代表者であって霊媒師としての力はない。実際の降霊を行うのはハーティー・ライアルだ。だからこそ信者はより深くハーティーを神として信仰することになる。教祖の正体が生涯老いることがない人知を超えた存在だからな。確かにこれは信用しちゃうかも。私を襲った子も沙織ちゃんを襲った子も同じ。その子は大人になれないまま今も子供の姿ってこと？そういうことだ。そんなことってショタジジイだ。あ、ひよりちゃん。そうだ、ゲンさん、ひよりちゃんどこかに行っちゃったよ。私がひよりちゃんを見つけてあげたから自由になれたって。閉じ込められていたこの場所から動けるようになったって言って。ゲンさん、もしかしてひよりちゃんのことを忘れてた？いや、そうだな、忘れていたわけではないのだが、ヒカルが大事すぎてな。ヒカルの顔を見た途端ひよりのことを二の次にしてしまったことは否めないな。私が全部思い出したこと、そんなにびっくりした？ひよりちゃんは最初から私に助けを求めていたんだと思う。この場所から逃げ出したい、私に見つけてもらいたいって。なぜそう思う？ひよりちゃんが私とつながっているから。血を分けた姉妹のような、魂を分けた絆のような。ひよりちゃんが言っていたことだけど、私もなんとなくわかるんだ。私とひよりちゃんは、遠い親戚とか？急に推理がガバガバになった。いや、それはないだろう。くるみ沢家と、きさらぎ家とくるみ沢家のルーツから、こと細かに説明できるが、聞くか？あ、本当に関わりあるの？それはお家に帰ってからにしよう。ひよりの遺体は見つからないの？30年も経ってたらもうか。日和が俺ではなく光に助けを求めていたことは納得した。が、しかしまだ不可解な点が残っている。ここには日和の遺体がない。だよな、ないよな。そういえば持ち去られたと考えるのが妥当だな。でもここ鍵かかってたよ。光に開けられる程度の鍵ならば誰に開けられてもおかしくないだろう。そうだけど、なんか自信なくしちゃうな。ってことは日和ちゃんは体が盗まれたから私を呼んだってこと？いや、俺の見解とは少し違うな。何何、どういうこと？そもそも今回の騒動は
さまざまな人間の思惑が複雑に交差している。ハティが己の目的のためにエイシーを騙し集団不審死事件を引き起こした。儀式に未練を残したエイシーは恩霊となりこの屋敷を支配した。沙織は日和を筆頭とした屋敷の住人たちの解放を望み、俺はハティの情報を求めて屋敷を訪れた。そして日和には俺の想像を超えた目的があるように感じる。果たしてその目的は俺の手に負えるものなのだろうか。日和ちゃんはこう言ってた。ここまで来て日和ちゃん悪人サイドだったら悲しいよな。大切な人を救いたい、そう思う気持ちは私と一緒だって。お父さんとお母さんかな。あなたの痛みは私の痛み、だから私の記憶を取り戻すお手伝いをしてくれたんだと思う。きっと日和ちゃんにも救いたい人がいる。つまりエイスさんとユリコさんを助けてあげたいのかも。いい子やん。お父さんも助けてあげるとか優しすぎん？生贄にされかけたんだぜ自分。ああ、本当にこれで正解なのかな。そう単純な話ならいいのだがな。これってエイシとユリコの結婚指輪だ。供養にもならないかもしれないが、この指輪を夫婦の部屋に収めようと思う。一緒に来てくれるか？うん、もちろん。私はゲンさんについていくよ。私も日和ちゃんを家族に会わせてあげたい。だからこのネックレスも一緒に収めてあげたいって思うよ。ありがとう。本日の調査はここまでだ。今夜は休むとしよう。ねえゲンさん、お菓子食べる？ああ、いただこう。ねえ、今日はくっついて寝てもいい？かわいすぎ。ああ、仕方ないな。あら、かわいい。結婚しろ。結婚してくれ。閉じ込められた？そんなことないよな。ん？記憶なくなった時の光か、これ。ごめんなさい。私、あなたのことわからない。そうか、俺のことがわからないか。この時源さんは良かったって思ったんだよな、きっと。光が苦しい思いしなくて済むならって。ごめんなさい。謝らなくていい。俺は光のことを知っている。光、本当にそれが私の名前なんだね。私自分の名前も忘れちゃったの。だから光って呼ばれてもちょっと自信ないな。名前なら俺がいくらでも呼んでやる。光、退院したら俺と一緒に暮らそう。え？俺の名前は戸上源、探偵だ。光の、そうだな、叔父にあたる。辛い話だが聞いてくれ。光は事故に遭ってご両親は亡くなられた。身寄りがもう俺しかいないんだ。だから俺が光を引き取ることにした。しばらくの間は不自由かもしれないが、俺のことを信用してついてきてほしい。絶対に守るって決めてんだよな。お父さんとお母さん、私の家族、おじいちゃんと。無理をするな。思い出さなくていい。今はゆっくり体を休めて。猫。お前は。ええ、あ、この時に見えてるんだ。光？なんで？だってこのとこ、あ、この子はあの時おじいちゃんと一緒に。あ、思い出しそうになってる。光、まさか見えるのか、こいつが。火が、みんな私が殺したんだ。違う、光。光は何も悪くない。光は何も見なくていい。何も心配するな。何も思い出すな。俺が全部背負ってやる。光は幸せでなければならないんだ。このゲンさんの光を幸せにするっていうのがなんかちょっとした依存で怖いよな。なんでこんな大切なことを忘れていたんだろう。私、もしかして今泣いてるのかな。猫ちゃん撫でてあげて。そこで休んだんだ今日。ゲンさんどこ行った？あれ、ゲンさんもう起きたのかな。怖いなこれ。外で誰かと話してる？沙織ちゃんかな？
わあ、すごい快晴。ゲンさん？おはよう。ああ、おはよう。今、沙織ちゃんと話してた？いや、沙織とは会ってないな。沙織か、ヒカルと合流する前は一緒に行動していたんだが、いつの間にか姿を消したな。もう会うことはないかもしれない。そうなの？私、沙織ちゃんに会ってみたいよ。俺が英氏の供養に失敗すれば、また沙織に会えるかもしれないな。え、そんな言い方する？ゲンさん、なんだか意地悪だよ。ついな。大丈夫。ゲンさんの気持ちはきっと、エイシさんに伝わるよ。なんか意味深な反応じゃない今の。お屋敷の人たちも、沙織ちゃんも、きっと解放されて、お空に行ける。沙織ちゃんに会えなくなるのは残念だけど、ゆり子さんはいつでもそばにいるって、エイシさんに早く教えてあげよう。ああ、そうだな。よし、夫婦の部屋に向かうとしよう。私がいるからお屋敷まで迷わないで行けるよ。ああ、助かる。ああ、見える。見守ってくれてありがとう。あ、なんかこの猫ちゃんが報われた感あってすごい嬉しい。よし、いい子だ。ああ、もう二人して慣れてる。もう冷たく当たる必要ないって感じなんだろうな、きっと。最高やん、これ。じゃあちょっと区切りもいいし、一旦ここまでにしましょうかね。まあ、次回は、夫婦の問題あり夫婦の部屋に行きましょうかね。二人してゲンさん殺そうとしてたかんな、一時は。はい。それでは一旦終わります。シュウヤンでした。いやー、結構今回は泣けるシーンが多かったですね。はい。それじゃあ、またね。